はいどうもこんにちは、血液中継でございます。ということで今回はゴーストシミュレーターというやつをやっていきたいと思いますが、あのねこれね制作者さんがね公式でね、これ1000円するんですけど、公式でこんなゲームを買うぐらいだったらフラフープとかレンガとかそういうの買った方がマシだってね言っちゃってるんですよ。すごいよくわかる。PC 版でさめっちゃ流行ってたやんか。でこれようやく PSO 版に降りてきたので私は PS4 で買ったんですが、30分ぐらいでね頭痛くなってくる。で10分ぐらいで何したらいいかわからんくなってくる。もうね謎。まあバカゲーなんですけど、これね四角ボタンを押すことによってねこう下ペローンってなるでしょ。で下ペローンってなってねこう物とかね人とか運べるんですよ。こうやってイエーイイエーイで何っていう。これ今ね引かれてるんですよ。でだからだから何っていう。もう不思議なんですよ。こうやってねタックすることできるんですよ。人をこうやってタックルして飛ばしたりで人を、こうやってね四角ボタンでねちょあれ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 、そうこうやって人を四角ボタンで人を四角ボタンで運べるんですよ。こうやってあれなんで運べないかな君たち。人をさ四角ボタンで四角ボタンであれ人は四角ボタンで、あこれ運べてる。運べてないね。ちょっと運ばせろや。運ばせ、あほらやっと運べた。こうやってね人を四角ボタンで運べるんですよ。まあ、で何って感じじゃん。いや本当にね目的がないんですよ。マジ何したらいいか分かんなくて、こうウォータースライダーみたいなのあるでしょね、これ滑れるんですよ。まあ滑りましょうか。いきますよ。ウェーイイエーイイエーイ、おー、なんか今おもろかった。いや一回やればよくない。一回やればいいよね。マジで楽しみ方が分かんない。どうやって、いやマジさ、俺見てみたんだよ。いろんな人がさ実況してたじゃん。で今まで見なかったからさ見てみたんだけど、ああそうなるよねっていう感じでさ、でこれねミューテーターってやつでね、こういろんなのをね選べるわけよ。まあ例えばこれヤギクイーンっていうのをね選んだらね、見た、スペシャルボタンを押すと、まあ三角ボタンね、農民を呼び出すことができるとね。ヤギじゃない。いやこれ農民じゃないよね。農民に見える。いや俺おかしなったかな頭。どう見てもヤギだよね。いやヤギだわ。いやちょっと待って見方を変えてみよう。あごめんなさいね。オッケーオッケー。ちょっと見方を変えてみましょう。若干この角度から見たらヤギだわ。やっぱりヤギだね。どっからどう見てもヤギだね。やっぱちょっとねあれかな、日陰とかでやったらやっぱ農民になるのかな。ヤギだね。いやヤギなんですよ。いやマジでね、何どうするんこれ。どうするんっていうレベルのやつなんですよ。でこれねこう見てみてね、こういろいろ適当にアンロックしてたんですよ。アンロックしてて、なんやっけな、これスペシャルボタンを押すとドラゴンと話せる。いやこれワクテカするやろ。これは来る、ドラゴンに会えるんか、こんなもうワクテカやなってね。いくよ、いくで、三角打つで。今会話したんすよ。ドラゴンと話せる。いや今会話しましたよ。やだなぁ、これだけとか思った。やだなぁ、もうそういうのやめてくださいよ。もうめちゃめちゃ話しましたよ。もう一回やりましょうか。ねえ本当にフラフープ買った方がマシでしょ。ねえ皆さん本当に買わない方がいいですよこれ。いやマジマジ笑ってまうわこんなもん。
なんでこれ流行ったの？いや流行ってたよね。なんかいろんな実況者実況してたよね。どうすればいいの？これジェットパックみたいなのもさ、なんか地上の果てまでゴーみたいなのあるでしょ。もうめちゃめちゃ難しいんだわこのジェットパックいやそういうバカゲーなんのかな。飛び方すらわかんねえしめちゃめちゃむずいめちゃめちゃむずいよこれめっちゃむずいかなこれ。お、結構いけてる。こういうのを楽しむわけ。あー、こんなんなっちゃった、わはは、おもろみたいな的ないやマジで冗談じゃねえよおい。いやどうしよう。いや1000円出しちゃったからさ、何回ぐらいかやりたいんだけど、いやどうしようかなーと思ってね。うん、困るわけですよ。いやー、一応このデビルヤギみたいなやつをやったら、これね、ほら悪魔の力みたいなのをね手に入れることができてね、あの下でこのペロンってしても1人しか巻き込めないんですよ。でもこれはいろんな人をこうやってほら巻き込むことができるの。こうやってほらいっぱい、どう、楽しい、盛り上がってるいやこれ闇深すぎるやろ、どんだけ深いんやこれ。でさ、一応さ、こういういっぱい人がいるところとかあるのよ、うん、だから多分こういうところでこのヤギのこの力を使ってこういろんな人を巻き込んで、こう、うわすげえすげえ、いやーやべえみたいなのをやるっていうことなんでしょうね、うん、やるっていうことなんだろうけど、どうよこれ、楽しいかないや、こんな何歳児対象よこれまあ、PS4 版はまだ初期段階みたいなので、まあ、PC 版みたいにこれからアップデでゾンビモードとかいろいろ入るみたいなので、まあそれでなんか面白そうなのがあったらちょっと実況とかしようかな。うん、まあとりあえずこんな感じだよっていう紹介をやろうと思ってたから最初から、ということでご視聴ありがとうございました。